県警によりますと、今日午前8時半過ぎ、運転免許センターと大型交番を含む県内すべての警察署につながる運転免許データの管理システムに障害が発生しました。障害はおよそ3時間後にすべて復旧しましたが、この間に免許更新や再交付などに訪れた213人が影響を受けたということです。県警では原因を調査し、再発防止に努めるとする一方、免許証が交付されなかった人に対して後日最寄りの警察署で受け取れるようにするほか、希望者には郵送で交付するなどの対応を取るとしています。なお、今日は愛媛を含む全国の4県で同様のシステム障害が発生していて、警察庁によりますと、エラーが生じた免許を作成する機械は同じメーカーのもので、4年に1度のうるう日であることが原因とみられるということです。